はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅カードを配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、アルコールとね、血液の関係性なんですけどもね、まあ、すごくね、深い関係があるんです。というかね、まあ、アルコールって怖いですよね。先日のね、元アイドルが飲酒運転でね、の追突事故で逮捕されたというショッキングなニュースもね、ありましたけどもね、しかもね、朝っぱらからですよ。まあ、ていうかね、朝まで飲んでたんでしょうかね。まあ、それとも、その前の日の晩に飲んでいて、朝になってもずっとアルコールが残っていたという可能性もあります。まあ、それにね、まあ、アルコールがね、残っている状態ならね、まあ、体は正常なパフォーマンスをすることができません。まあ、少なからずや、まあ、疲労感やね、倦怠感があるはずなので、まあ、運転をするのがね、嫌になって、いる状態だと思うんです。ほんでね、まあ、なぜそんな体の状態になるかと言いますとですね、アルコールというのはですね、飲めば飲むほどですね、体内での吸収や分解っていうのがね、鈍くなってきて、まあ、追いつかなくなってくるものなんですよ。まあ、そのメカニズムなんですけどもね、まあ、アルコールというのはね、その胃でね、約 20% 小腸で約 80% 吸収されて血液に溶け込んで、門脈という脊椎を通って肝臓に運ばれます。でその肝臓ではですね、まあ、アルコールの分解が始まるんですけども、まあ、すぐには分解することが、ね、できないためにですね、まあ、大部分っていうのはアルコールはね、まず心臓に送られて、脳やね、全身にもバーッと運ばれることになるんです。そのアルコールがね、血液によって脳に到達するとですね、脳を麻痺させて酔った状態を作ります。これがね、まあ、酔うということなんですよ。しかしね、飲んだアルコールがね、脳に到達するまではですね、約30分からまあ2時間ほどかかりますので、まあ、そうやって言われてますので、お酒を飲んでもね、すぐにね、酔っ払わないっていうのはね、そういうことなんです。だからね、まあ、お酒を飲んでもね、しばらく正常な状態、まあ、すなわち平然を装うことができるわけなんですよ。まあ、そんなね、アルコールがね、脳に及ぼす影響なんですけどもね、まあ、その本来ならばアルコールと脳っていうのは、まあ、とてもね、親しいんですけども、その、まあ、例えばね、ずっと飲み続けてる、まあ、連日、ね、の飲酒でね、その終始アルコール好きになっているとですね、まあ、その脳の細胞っていうのは、わかるかな、梅酒ってあるじゃないですか。梅酒の中の梅干しあるでしょ。あれの梅干しの実のようにこう、だんだんギューってね、縮んでいってしまうんですよね、脳みそってね。これをね、脳萎縮というんですけどもね、その、まあ、CT とかね、MRI の検査でね、こう調べてみるとですね、脳萎縮っていうのはね、大脳の前頭葉に多く見られるんです。前頭葉というのはですね、その物事の判断とかね、意思決定をするなどのね、最もね、高等な精神の中枢ですから、そこの部分に脳萎縮が起こるとですね、まあ、正しい判断ができにくくなるんです。だからね、まあ、俺は大丈夫だ、酔ってないとね、まあ、はたから見たらですよ、もうベロベロやのにね、まあ、とてもなんか理解しがたい発言をね、してしまうんです。アルコールをね、その飲むね、生活習慣病の人っていうのはですね、まあ、その原因がね、アルコールにある事実をね、なかなか認めようとしません。というか、その時はね、気づきません。で、その後もね、気づかないんですよ。これはですね、その先ほども言いました、その前頭葉のね、そのギュッとした萎縮によってですね、最適な判断というのができにくくなっているためでもあります。このようにですね、一向にね、お酒をやめようとせずにですね、こう大事なね、大脳っていうところをね、まあ、全部大事なんですけど、その大脳をね、こうギュッと萎縮させ続けるんですよね。その飲み始めてからですよ、しばらくしないとこのようなことがね、起こらないので、まあ、なかなか認めようとはしません。で、初めて飲み続けているうちにね、その脳が萎縮してきてね、判断できなくなるからね、なおさらそんなことはね、考えなくなるんです。ひどい立ちの悪い話ですよ。ちなみにね、まあ、このようになってしまうのはね、まあ、それなりに原因があります。まあ、原因はね、大きく分けて2つなんですけども、1つはね、加齢によって肝臓の機能が落ちて、アルコールを分解するスピードが遅くなって、全身に回るスピードも遅くなるからなんです。そうするとね、まあ、同じ量の女としてもですね、まあ、若い頃よりもアルコールの血中濃度がね、高く
くなってしまうわけですよ、その飲んでる途中っていうのはね。なのでね、まあ、若い頃と同じ酒の量をね飲んでてもですね、次の日にもねお酒が体に残ってると感じるのはそのためなんです。まあ、具体的にはね、その分解スピードというのはどのくらい落ちるかどういうデータはねないんですけども、そのアルコールの分解速度が一番速いのは、まあ、30代と言われています。まあ、最近の若い人たちの中でもですね、20代の頃に比べてね、30代の途端にあかんわ、俺もめっちゃお酒弱なったわってね、こうなんか生きて年寄りぶる人がねちょっと多いんですけども、まあね、年寄りぶるのはね、まあ、その人の勝手なんですけども、確かにそれはねあると思います。まあ、20代になって30代になってもお酒が弱くなったという感じる人はたくさんいてると思います。やっぱねそれはね年を重ねたからであってですね、まあ、その後さらに年齢を重ねるとですね、まあ、徐々にこの処理能力というのはね、もう徐々にずっとね落ちていくと考えられるんです。そして2つ目の理由はですね、体内のね水分量の低下です。まあ、皆さんご存知のようにですね、その人間のね体の中の水分の比率っていうのはですね、まあ、赤ちゃんの頃は 80% で、ね、非常に高いんですけども、そのまあ年を重ねていくとともにですね、水分比率っていうのはね下がっていくんです。そしてまあ高齢者になってくるとですね、まあ、50% 台に下がってしまいます。まあ、体内の水分量がなくなるとね、そのアルコールを溶かす対象のね量っていうのが減るわけですから、血中のアルコール濃度がねすごく高くなるわけなんです。まあ、すごく単純な話ですよね。だからねアルコールが残ってしまうんですよね。その肝臓でね分解しにくくなってくると、そしてねアルコールが溶け込まないということで体にアルコールが残ってしまうわけなんです。まあ、たとえね、まあ、人それぞれなんですけど、まあ、同じ量のアルコールを飲んでてもですね、体重の重い人、まあ、つまり血液が多い人ほど血中アルコール濃度がね低くなります。またねアルコールの処理能力もね体重によって異なります。一般的にね体重が60キロ70キロぐらいの人っていうのはですね、アルコールの処理能力はね1時間に、ね、約5グラムとされています。これはねビールに換算してね中瓶約4分の1本、ウイスキーならダブルで4分の1杯、つまりですねビール1本、ウイスキーダブル1杯、日本酒1合のアルコールの処理にはですね約4時間かかる計算になります。まあアルコールの処理能力はね、まあ、体質や体重体調によって、ね、異なりますけども、大体こんな感じです。このようなねさまざまなことが重なる理由からですね、お酒による影響がね起こってしまうんです。まあ、と言ってしまえばね、お酒に全ての責任を押し付けてしまってる言い回し方なんてしまいますけども、まあ、少しはそうなんでしょうけども、まあ、全てがそうとは限りません。これなぜならですね、そのアルコールの作用というのは、まあ、副作用といってもいいぐらいなんですけども、そのまあ気が大きくなったりね、声が大声になったりとか、まあ怒りっぽくなったり、その物事の判断やね、その意思決定をするなどのね、その機能をね低下させてしまうことがね、アルコールには分かってるわけなんですよ。でこの状態というのは、そのね脳のね毛様体がね麻痺してて、理性を司る大脳皮質の活動が低下して、本能や感情を司る大脳辺縁系っていうのをね活動がね活発になっている状態なんです。でもまあこれにはね個人差があってですね、まあお酒を飲んでこのようなね幸の悪い状態になってしまう人っていうのは、本能や感情がねあらわになってしまうもので、もともとうちに持ってたものが表に出てきてしまうだけのことなんです。なのでもともとはこのような性格の人間だったということなんですよ。普段は無口な人がね飲みに行って急に喋り出すのもね、本当はおしゃべりが好きだったということもわかります。まあ、これらのことから言いますとですね、お酒を飲んだことによって脳の機能が低下して、理性を保てずに取ってしまう行動というのは、それはその人の本性であると考えることができます。まあね、人の性格の面ではねそのような風に考えられますけどもね、その人体の機能にもね影響が出てしまうのがねやっぱ怖いですよね。だからね、その昔から言われてるようにね、飲んだら乗るな、乗るなら飲むなということなんです。心に留めておきましょう。まあ、皆さんも大丈夫と思いますけどね。まあそんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。